今回は翡翠ドロアーをおしゃぼに入れる方法を紹介します。まず翡翠ドロアークを受け取りましょう。DLC を購入したらメールアドレスで受け取れます。原種のドロアーのおしゃぼ個体を用意します。今回私はムーンボールに入れていきたいと思います。野生のドロアーをムーンボールで捕まえました。場面切り替わりまして。孵化パート。まず翡翠ドロアーがメスが出るまで粘りましょう。ドロアーは出現率オス 87.5%、メス 12.5% で。メスの難易度が高いので根気蓄えといてください。原種のドロアーを固定したい性格のメタモンで卵を産み、オスが出るまで粘りましょう。メスの翡翠の姿とオスの原種の準備ができたら、メスの翡翠ドロアーとオスの原種のドロアーを必ず両者に変わらずの意思を持たせて、孵化していきます。生まれてくるポケモンは必ず翡翠の姿になり、性格とボールが一致するまで厳選しましょう。あとは高個体メタモンと孵化して理想個体もゲットなり、色違い厳選するなりできます。ご視聴ありがとうございました。またね。